剣の所有者は聖号騎士たちから奪われた愛する誰かの記憶、そして剣はその愛する誰か、例えばエルドリアの母親やディソルバートの妻、そして彼女たちの近しい親族を素材にしているのか。つまり31人の聖号騎士の記憶のかけらの持つ思いが、彼らの愛した300人の人間でできたソードゴーレムを動かしているのか。それならあの中には6年前のシンセサイズによって奪われた騎士アリスの記憶も含まれているはずだ。もしそうなら2年前ルーリットの北の洞窟でユージオの傷を治療する中で聞いた声の主はアリスの記憶のかけらなのかもしれない。けど赤ん坊レベルの思考力しか持たないはずの記憶のかけらたちは一体いかなる衝動、いかなる感情によって巨大なソードゴーレムを動かしているのか。欲望よ、触りたい、抱きしめたい、自分のものにしたい、そういう醜い欲望がこの剣人形を動かしているの。天井に固定された騎士たちの記憶はすぐそばに愛する者がいることを感じているわ。でも触れない、一つになれない。苦しいほどの飢えと渇きの中で見えるのは敵の姿だけ。だから戦う。どんなに傷を負っても、何度倒れても、起き上がって永遠に戦い続けるの。どう？素敵な仕組みでしょ？本当に素晴らしいわ。欲望の力というものは。違う！誰かにもう一度会いたい、手で触れたい、その感情を欲望などという言葉で汚すな！それは純粋なる愛じゃ。人間の持つ最大の力にして最後の奇跡。決して貴様のようなものがもてあそんでよいものではない。同じことよ、愚かなおちびさん。愛は支配、愛は欲望。その実態はフラクトライトから出力される信号に過ぎない。私はただ最大級の強度を持つその信号を効率よく利用しただけよ。お前が用いた手段よりもっとずっとスマートにね。お前にできたのはせいぜい無力な子供を 2,3 人籠絡する程度のこと。でも私は違うの。私が作った人形には記憶フラグメントも含めれば300ユニット以上もの欲望のエネルギーが満ち溢れている。そして何より重要なのは、その事実を知った今、お前には決して人形を破壊できないということよ。なぜなら人形の剣たちは形を変えただけの生きた人間どもなのだから。ああ、そうじゃな。わしに人は殺せぬ。その制約だけは絶対に破れぬ。人ならぬ身の貴様だけを殺すために200年の時を費やして術を練り上げてきたが、どうやら無駄だったようじゃ。なんて愚かな、なんて滑稽なのかしら。お前ももう知っているはずなのに、この世界の真実の姿を、そこに存在する命なるものが書き換え可能なデータの集合に過ぎないことを。それでもなおそのデータを人間と認識し、殺人禁止の制約に縛られるとは、愚かさもここに極まれりだわね。いいや、人だとも食い狙いよ。アンダーワールドに生きる人々は我々が失ってしまった真の感情を持っている。笑い、悲しみ、喜び、愛する心をな。人が人たるためにそれ以上の何が必要であろうか。魂の入れ物がライトキューブだろうと生体脳だろうと、それは本質的な問題ではない。わしはそう信じる。故に誇りと共に受け入れよう、敗北を。じゃが一つ条件がある。
わしの命はくれてやる。代わりにこの若者たちの命は奪わんでやってくれ。あら、この状況で今さらそんな交換条件を受け入れて、私にどんなメリットがあるのかしら。さっき言うたじゃろ、ひたすら術を練り上げてきたと。戦闘を望むなら、その哀れな人形の動きを封じながらでも貴様の天命の半分くらいは削ってみせるぞ。それほどの負荷がかかれば、貴様の心もとない記憶容量がさらに危うくなるのではないか。ふん、別に結果の分かっている戦闘ごときで私のフラクトライトが脅かされたりはしないけど、でもまあ面倒ではあるわね。その逃がすっていうのは、この閉鎖空間から下界のどこかに飛ばしてやれば条件を満たすのよね。今後永遠に手を出すななんてことなら拒否するわよ。いや、一度退避させるだけでよい。彼らならきっと。ま、いいわ。私も面白い遊びを後にとっておけるしね。じゃあステイシア神に誓いましょう、おちびさんを。いや、神ではなく貴様が唯一絶対の価値を置くもの、自らのフラクトライトに誓え。ダメだ、これじゃあ俺たちの8年前と同じだ。目の前で大切な人が奪われるのを見逃すことなんてできない。じゃが、わしにソードゴーレムは。俺たちがやる。俺たちがソードゴーレムを殺す罪を背負う。だから生きてくれ、カーディナル。そして力を貸してくれ。私も同意見です。騎士として司祭様を犠牲に自分だけが生きながらえるなど到底できません。まったく、意固地な奴らじゃ。分かった、力を貸そう。とはいえ無策でどうにかできる相手ではないぞ。僕に考えがあります。ユージをキリト、僕はアドミニストレーターに惑わされ君とアリスに剣を向けてしまった。それなのにその罪を償うこともできないまま、今度はカーディナルさんの犠牲で命を救われようとしていた。キリトの言う通り、僕は再び8年前の過ちを繰り返すところだった。それだけはダメなんだ。今度こそ僕が助けるんだ、みんなを。カーディナルさん、僕を、僕のこの体を剣に変えてください。あの人形と同じように。ユージを、そなた。僕らがここから逃げたら、アドミニストレーターは世界中の人間たちの半分をあの恐ろしい怪物に変えてしまう。その悲劇を防ぐための最後の可能性が残されているとすれば、それはこの術式の中に。システムコール、リムーブコアプロテクション。良いのか、ユージよ。元の姿に戻れるかどうか分からぬぞ。いいんです、これが僕の役目。僕が今この場所にいる理由なんです。そうだ、最後にこれだけは伝えておかないと。カーディナルさん、それにキリト、アリス、最高司祭に金属の武器は届かない。だから僕はもらった探検をさせなかったんだ。そうだったのか。それじゃあお願いします。アドミニストレーターが気づく前に。ダメだ、やめろユージよ。だってもし元に戻れなかったら、お前は、お前の望みは。いいんだキリト、これが僕のなすべきことなんだ。そ
んな。よかろう、ユージよ。我が術式をそなたの決意に捧げよう。キリト、頼む。ようやく見つけたんだ。ユージを。分かった。カーディナルが術式を完成させるまで俺とアリスでしのぐ。待ってください。私と二人だけでソードゴーレムと戦うつもりですか？大丈夫だ、俺たちなら。しかし私にあなたとの記憶はありません。共に戦った経験も信頼も少ない、そんな状態であなたとユージオのようには戦えません。それなのに耐え切ることなどできるのでしょうか？これは。どうした？声が聞こえる。声？記憶がなくとも今日ここでキリトやユージオと共に戦ってきた記憶は本物だと。だからあなたは戦える、そう彼女は言っています。彼女？アリス・ツーベルク。いいでしょう、キリト。彼女の言う通り、記憶がなくとも我々が掲げる思いは同じ。共にソードゴーレムへと挑みましょう。ああ、行くぞ。どんな敵だろうと。支援に入ります。Thank you.
大丈夫か、カーディナル。心配はいらぬ。それより見よ、美しい人の愛、そして意志が放つ光、なんて美しい。ああ、そうだな。ああ、本当に綺麗だ。己リセリス、余計な真似を。術式を模倣しようが、そのような貧相な剣一本で私の殺戮兵器に対抗できるはずもない。つまらない悪あがきをしてくれるわね、ちびっこは。せっかくの楽しい記憶に傷がついちゃうじゃないの。でもせいぜいプロトタイプを一つ壊すくらいが限界だったってことよね。あんなものこれから何百何千個と作れるんだもの。あら、まだやる気なの、ボーイ。隙間をつついて私の人形を崩したくらいで随分と強気じゃない。自分を責め続けていた。アリスを救えなかったことを悔やみ続けてきた。その悔恨の半分は本来俺が背負うべきものだったんだ。だから一緒に戦おう。俺たち二人の力でアリスを取り戻すんだ。許さん、ここは私の世界。招かれざる侵入者にそのような振る舞いは断じて許さぬ。膝をつけ、首を差し出せ、教授せよ。違う、あなたはただの簒奪者だ。世界を、そこに生きる人々を愛さない者に支配者たる資格はない。愛は支配なり。私は全てを愛する、全てを支配する。行くぞ。
全てを愛する。私は全てを愛する。